ふん。空はカッパを見つけるの。へえ。お姉ちゃんの夢は何？私？そりゃ人生楽してなんぼよね。私はさっさとイケメン捕まえて悠々自適な専業主婦がいいわ。専業主婦？なんかすごそう。という話を何度か聞いたが、13年後できちゃった。あんたって怖い。まだ結婚もしてない相手の子なんて父親として絶対反対だ。何を今からすればいいでしょう。そういう問題じゃないわ。止めても無駄。私は玄君とこの子と3人で幸せになるんだから。ええ、認めてくれないならこんな家二度と帰らない。勝手にしろ、この親不孝者。ビーグ。それでクロハちゃん家を飛び出してしまったそうよ。すごい。しかしこの独り立ちを寂しく思うのも親心だからな。せめて空は飛び出してったりしないでくれよ。空ももう成人ですものね。そして数年後。それじゃあご苦労様です。やれやれ、穏便に家を出ても結局寂しがってたもんな。お父さん体に気をつけて、たまには帰ってくるんだよ。一段落したら電話してあげよう。この番号は。空、私は無理。もうやってられない。やっぱりクロハさん、どうしたの。すごい赤ちゃんが泣いてるけど、もしかしてクロハさんの。そうよ、もうこれのせいで何もかも台無し。どういうこと。いとこ曰く、家出して間もなくいとこ名誉出産。くるみちゃんママですよ。パパだぞ。しかし、もう泣かないでよ。ミルク、おしめ、何が気に入らないってのよくるみ。おい、いい加減にしろよ。毎日毎日。私のせいじゃないわよ、くるみが。はあ、だから俺は最初から子供なんかいらないって言ったのに、お前が産みたいとか言うから。はあ、何それ、今更無責任なこと言わないでよ。お前のせいで。あんたがもともと。で、結局グリーンペッパー。今は私が一人でくるみの面倒を見なきゃいけなくて、休めないし辛いばっかりで全然泣くもできない。大変だったね。おばさんたちには。もう反対されて出てきたものを頼れないわ。そっか、せめて話し相手になってよ、トーラ。今引っ越しの片付け中で、やりながらでよければ。ごめん。引っ越し？何、一人暮らしでも始めたの？うん、モナ駅近くに部屋借りたの。行ってもいい？もう一人で限界なの。気分転換したいの。プロの部屋行ってもいいでしょ。うん、わかった。まあ一人で子育てもしんどいだろうし、遊びに来るくらいはいいか。数日後。ありがとう、ソラ。今日はよろしくね。はい。クロワさん、このお荷物は。まだおむつ取れてないから、ぐずったら見てやって。ご飯はもう普通のものも食べられるけど、ミルクも欲しがるからこれやってね。あと、ちょ、そういうことじゃなくて、ソラがくるみの面倒見てくれるから、すっごく久しぶりに自由になれるわ。ありがとう。ただ遊びに来るとか、そういう話するとか、そういうのじゃなくて。ちょっとよろしくね。ちょ、クロワさん。空のおかげで思いっきりリフレッシュできたわ。そりゃよかった。本当にありがとね。すごい疲れたけど、でもクロハさんがこれで子育て頑張れるなら今日くらいはね。しかし、またクルミのこと頼むわ。クロハさん、さすがに毎週休みのためには無理だよ。そこをなんとか。いや本当に。じゃあもう無理。空と違って私は一人きりで休みもない育児に永遠追われてるのよ。私もクルミもどうなっても知らない。仲介に出る気。うわ、わかったわかったから、玄関先で不穏なことわめかないで。オンに切るわ、ソラ。その後も頻繁にいとこ名誉を預かり、カッパちゃんとカッパくんは仲良くお餅を分けっこして。うわ、上手だよくるみちゃん。数年後。あ、クロハさん、ずいぶん久しぶりだね。くるみちゃんは元気？まあね、最近は家のことやってくれるようになったし、もうソラに預ける必要もなくなったから。そうなんだ。くるみちゃんもお姉さんになったもんな。それでスマホも持たせたから、一応番号教えとくわね。うん、ありがとう。その後もくるみちゃん修学旅行のお土産届いたよ。ありがとう。細々といとこめいとのつながりは保っていた。それからさらに数年。クロハさん、また久しぶりだね。え、うん、いいけど。いらっしゃいませ。急に悪かったわね、ソラ。うんうん、改まって相談したいなんて言うから、どうしたの？実はね、くるみが結婚したい人がいるって、遠くに一人で引っ越そうとしてるのよ。結婚？とうとうくるみちゃんもそんな相手ができたんだね。参ったわ、本当に。え？くるみは絶対遠くにやりたくないのよ。離婚してから一人で苦労してここまで育ててきたのに。なるほど。ぶっちゃけ私もかなり苦労させられはしたんだけど、主にクロハさんに。やっぱり我が子を手放しがたく思う親の気持ちは別なんだろうし、単身ながらにくるみちゃんは立派に育ったもんな。独り立ちする時のお父さん思い出すな。そう。うん、クロハさんは偉かったよ。だから
これからは自分のやりたいことに専念できると思えばいいんじゃないかな。はあ？ほら、これからは自由に自分の時間が取れるわけだから。そういうことじゃないのよ。あれだけ苦労して育てたのよ。なのに親を捨ててさっさと自分だけ幸せになろうなんて許せるもんですか。言ったから、くるみちゃんが幸せになるなら頑張って育ててきた甲斐があるってことじゃ。だから、これからはくるみが私に恩を返す番だってことよ。くるみが私を養えるようになって、私はやっと夢だった悠々自適な生活を送れるようになるはずだったの。子供の心配より働き手がなくなることへの心配。幸せになることが親への一番の恩返しなんじゃないの。はあ、一丁前に何分かった風なこと言ってんの。ああ、女は子供を産んで一人前って言うけど本当にそうね。未だに一人も産んで子育てしたことない空には私の気持ちなんて到底理解できなかったわね。産んだことはないけど、おかげさまで多少の子育て経験はできたよ。なあ、私はあんなにちっちゃかったくるみちゃんがいい恋愛して結婚できるなら心から祝福したいけど。何よ、話にならないわね。もういいわ。お会計。は、はい。あの様子じゃくるみちゃんが心配だな。おせっかいかな。でもあんな話聞いちゃったら。プルルルル。はい、ソラさん。あ、くるみちゃん。その、実は今日ね、いろいろ聞いちゃったんだけど。母がそんなことを。はあ、ソラさんにまで迷惑かけるなんて。というと、やっぱり。あの人は昔からそうなんです。物心ついた時からあの人にはまともに育てられた記憶はないです。チーン。このままじゃダメだと、なんとか奨学金で大学まで行って。くるみさん。柳さん、彼とはインターンで知り合いました。俺はくるみさんとは将来も一緒に考えていきたいと思ってる。嬉しい。でもその、実は私の母は。親がどうでも俺はくるみさんが好きだ。結婚して幸せにしたい。柳さん。彼の真剣な気持ちで私もようやく決心がついたんです。ソラさん。そんな苦労してたなんて。ごめんね、私がもっと気にかけてあげていいじゃない。そんな、ソラさんは何も気に病まないでください。ソラさんが母の代わりに常識やマナーを最低限教えてくれたから、私はまともな大人になれたんですよ。くるみちゃん。来月には母に言わずこの家を出ますが、落ち着いたらソラさんには連絡を入れます。わかった、絶対にクロさんには一切何も伝えないからね。それから一月ほどして。でも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 、来たか。ソラ、クルミが失踪したのよ。落ち着いて、クロさん、ポリスメンは呼んだ。ポリスメン到着。娘さんの手紙もありますし、大学やインターン先にも本人から明確な意思表示があったようなので、こちらで捜索することはできませんね。そんな、親が探せって言ってるのよ。見つけて連れ戻しなさいよ。そう言われましてもね。私は何も知りません。結局。ソラ、クルミから何か連絡あったら絶対知らせなさいよね。あったらね。いとこ親子が再び顔を合わせることはなかった。その後。ソラちゃん。何ですか。一人暮らしってお互い何かと不安でしょ。提案なんだけど、一人身同士部屋を借りて同棲しましょうよ。あ、なんで急に。というか言ってなかったけど、私少し前に結婚してるんで。あーちゃんだ。ソラ、目玉焼きは固め、両面。一人暮らしが厳しいならいい加減実家に帰ったらどうですか。それからいとこは。ちょっとクロハ。はい。まだ洗濯物片してたの。ほんとグズね。お夕飯遅くなるじゃないの。今やるわよ。そんなんだから旦那にも娘にも逃げられんのよ。こりゃ再婚も絶望的かね。あ、コウジ見て、クルミちゃんからメッセージ来た。ほんと。生活も落ち着いて、今は子育てにお忙しだって。元気そうでよかったな。幸せそうな親子3人の家族写真が送られてきた。